何をする！あんた自分が何をやってるか分かってんのか！ギャーギャーとうっせえな、ガキどもが。俺は自分の役目を果たしただけだぜ。なあ？あなたは。貴様は。そうよ、思い出したか。久しいな、ほんと久しすぎるぜ。な、ザンザの使徒か。ザンザの使徒、どういうことだ。エギル、ディクソン、お前は。説明する必要はねえぜ。百聞は一見にしかずってな。さあ、寮のマナコに焼き付けな。ザンザ様復活の瞬間をな。シルクから離れて。ダメ。させんぞ、ザンザ。シュルク、なんだあいつは。ザンザ、驚くことはない。世界の全ては因果の流れによって律せられている。そこに存在する全ての者同士、相互の関係によって未来への流れは必然へと決定づけられる。それが我がもたらすビジョンだ。そう、こうなることは必然、起こるべくして起きたことなのだよ。我がシュルクのうちに宿った時から。どういうこと？ザンザは私との戦いで疲弊し、ハイエンターのシソラによって封じられた。肉体は監獄島の檻に、そしてその魂はモナドと共にオセノット島に。あの遺跡にか。だがそれがなぜシルクに。忘れたのかよ、あの遺跡を発見したのは誰だ。その時に誰がいた。そして生き残りは誰だ。誰がその生き残りを連れ帰った。まさかディクソン、お前はその時からシルクを。おうよ、全ては今日この日のため。もっともシルクなんてやつは最初からいなかったがな。何？我の魂はモナドの内にあった。解放されることの因果律、ビジョンで分かっていた。やがてその時は訪れ。そしてモナドを見つけ解放した連中は目覚めたザンザ様に命を吸われくたばったってわけさ。そのシュルクも含めてな。シュルクもその時死んだってのか。バカ言うな。シュルクは俺たちと。抜け殻だよ、ただの。我がシュルクの命となっていたに過ぎない。まことの目覚め、我がモナドを振るうに値する新たな器が成熟するまでの間。巨神の魂であるザンザ様といえど、活動のためには肉体が必要なのさ。そこのメイナスと同様にな。お前たちはその抜け殻の相手を真顔でしていたのさ。滑稽だよな。何故シルクなのだ。何故貴様の器がシュルクでなければならなかった。特に理由はない。我の目の前にシュルクがいたに過ぎない。要するにだ、誰でもよかったのさ。モナドさえ振ることができりゃな。ならばシュルクがモナドを使えたのは。ビジョンで私たちの窮地を救ってくれたのはザンザ様だからよ。因果の流れを見られるザンザ様が起こるべくして起こる出来事に導いただけよ。コロニー9が壊滅したのも、そこのハイエンターの親父がくたばったのも、
ガドとかいう増票がのたれ死んだのも全てさ。おのれ！そしてこれから起こることもな。何をするつもりだディクソン。だからさ、邪魔なんだよお前ら全て。この世界はもともとザンザ様が、巨神が作られた世界だ。それをその表面にポッと出てきたお前らが勝手し始めてよ。我から生まれてた生命は全て我へと帰らねばならない。我が存続するためには一つの秩序ある形に戻さねばならない。要するにだ、この世界の破壊と再生よ。よくある話だろう。手始めにまずその最大の障害である鬼神メイナス、貴様からだ。くだらん干渉だな。ザンザー！ダイン、行くぞ！ああ、よくもシュルクを！すべての命は我より発生したもの。故に我のために生き、そして帰れ！貴様のモナド、ついに解放したか。すんなり死を受け止めるかと思ったぞ。今ようやく分かりました。私たちから生まれ出た子供たちの未来は彼ら自身のもの。創造主であったとしてもその目を摘み取る権利などない。たとえ因果の流れがあなたの律した通りであったとしても、抗う尊さを捨て去ることは愚かだということを。ザンザ、あなたがこの世界に存在するあなた以外の存在の全てを否定するというならば、私は戦いましょう。彼らのために。そうよ、みんなの未来消させはしない。